さあ行きましょう。いやちょっとね、夜中の打ち合わせが終わって、帰るところですけどもね、ちょっと甲州街道をひた走るような感じで、夜はよく映るな、しかしな、だいぶ違うと思うんですよね、カズキリオン。ちょっと今抜けちゃってたんですよね。なんかね、この季節はやっぱ工事が多いっすね、道路の。今気温いくどれくらいなんだろうな。多分ね、5度切ってると思うんだよね。でも全然寒くない。まあグローブはね、電熱入ってますしね。パンツもね、冬用のデニムと裏地ついてるやつ、これ1枚ですね。タイツとか履いてないですよ。まあ、これ以上寒くなるとちょっときついかなっていう感じで、そうだね。全然でもね、冬の高速もこれならいけそうって感じですね。あと首だね、首をやらないと。首だけめっちゃ冷えるんで、いやーでもこのウィンタージャケットやっぱすごいな、本当に寒くないわ。あの電熱のインナーはねまだ入れてないんですけどね。まあ真冬これ以上寒くなったら、まあちょっと電熱のインナーの活躍する場面がかなり増えると思うんですけどね。まあ12月の後半から2月ぐらいまでですかね。3速高速巡航は楽しいっすね、このバイク。早いなぁ、もう着いちゃった。高井戸から乗ってもうものの5分ぐらいですか。早っ。
稲城大橋ね、ここもね結構綺麗なんですよ。多摩川にかかる大きい橋なんですけど、意外と夜景がね、まあ、マンションが たまに歌うのかな、の方が見えるっていうか、でね、ここから入るトンネルが意外とスペーシーな感じでね、ちょっと上がるんですよね。なんか秘密基地っぽくていいんすよ。さて、あとね、しどきね、しどき、いやあれはねなかなかすごい経験でしたね。まあね、オフロードのレーサー乗ったのもね初めてですけどね、あの CRF の 150cc だったのかな、いやなかなか良かったですよ。まあね、見よう見まねでいろいろやりながら、最初はね全然走れなかったんですけど、まあ最後の方はね幾分なんとなく、ジャンプの体重移動のこととか、あとコーナリングのアクセル開けながらこうトルクかけて曲がるみたいなやり方とかね、まあちょっといろいろと研究して、またねイメージトレーニング積んで、行きたいと思いますけどね。夜の首都高は気持ちがいいですね、やっぱり。ではましょう。いやー、トンネルの中はね、あったかいな、やっぱり。いや、あったか、嬉しい。トンネルめっちゃあったかい。慣らし運転もね終了したんで、とりあえずまあか、ギア下げてね回転数上げたりして楽しんでますけどね。うん、やっぱこれのバイクはね回転上げてなんぼのバイクですね、やっぱり。うん、ほんとね8000回転超えてきた時の音がやばいですよ。はい、今日はようやく初回点検の行く時間ができたので、これからね、調布インターチェンジから、モトフィールドドッカーズ東京店に行きたいと思います。まあ、いいお店なんだけどね、一つ難点が遠いっていうね。ほぼ東京横断のコースをたどることになるんで、まあプチツーリング兼ねてまた首都高を走っていくような感じになるんですけど、ぼちぼちちょっと行きたいと思います。いやでも今日はいい天気ですね。うん、仕事さえなければやはりツーリングにでも行きたいところですけど、ついね1個前の動画で紹介、このチャンネルの
あの紹介動画を作成したんですけども、あの僕もね、あの始めた頃からちょっと気になってるモトブロガーさんの深夜さんのチャンネルからですね、あのエンディングテーマで使われてた曲を、あの無条件でね、無条件って、まあ、申請は必要なんですけど、あの使用してもいいよという判断をされたようで、あの早速ですね、あの使わせていただきました。あの曲なんかね、すごい癖になってて、本当ね、気づくと頭の中でリフレインしててですね、そんな時に、まあ、そういう情報が来たもんですから、まああのもうあれですよね、気づいた時にはもうポチってて、すでに編集を始めてまして、まあ、ちょっとね、あのちょっと急ぎ気味で、前のめり気味で編集したんで、少し荒っぽいんですけど、あのまたね、ちょっと折を見て、あのブラッシュアップしたいなと思ってます。あの深夜さん、ありがとうございました。あのありがたく使わせていただきます。あのメールとかでもほんのちょこっとね、やり取りさせてもらったんですけど、すごいなんかあの気さくな人柄が現れてて、元ブログもね、そうなんですけど、あのバイクが好きっていうのがすごい伝わってきて、いいチャンネルなんで、もうね、あの有名な有名なあれなんですけどね、あのマセラティマセラティ早すぎだろ、ちょっとあのどこかでね、もしお会いした際には、あのもしかしたらあのビビって声出せないかもしれないですけど、声掛けさせていただければ幸いでございますので、その時はぜひよろしくお願いします。で、まあそんなこんなのね、ちょっとつながりというか、なんというかですね、あのもう一方ですね、私気になっている元ブロガーさんがいらっしゃいまして、あのエスプレッソライターさんっていう方なんですけど、あの喋り口がね、すごい落ち着いてて、あのすごいね、なんか安心してこう見てられるし、でメンテナンスの動画とかもね、工夫がされてたりして、あのいろいろ、なんていうんですかね、気づきのある映像をね、配信してくださるので、エスプレッソライダーさんもね、結構元ブログ始めて少し経ったぐらいから、いろいろちょっと探させてもらって、その時からちょっとチェックさせてもらってるんですけど、今週のね、土曜日にステッカーのね、配布会があるっていうことで、これはぜひと思ってですね、まあ、今週の土曜日に間に合わすために、まあなんかおめかしっていうのもなんなんですけどね、初回点検と当初頼んでいたパーツが全て揃ったっていうことなんで、まあ一区切りちょっとカスタムを済ませてから、土曜日に臨みたいなと思っておる所存でございます。いや、あのエスプレッソさんもね、エスプレッソライダーさんもね、あのすごい面白いチャンネルなんで、よろしかったら、皆さんもチェックしてみてください。バイク乗ろうぜのチャンネルとエスプレッソライダーさんのチャンネルは、番組のね、詳細の説明欄にも、リンク貼らせていただきますので、よろしかったら皆さん行ってみてください。さてで、ね、もう走行距離1500キロまで来ちゃいましたね。今ちょうど1500キロです、鳴らし運転終わって結局仕事で使ってたもんで、1000キロ超えちゃいましたね、余裕で。で、そしてね、今ね、やばいです、ガソリンがね、エンプティーランプが点灯してるの気づかなくて、中央道乗っちゃったんですよ。で、レンジがね、35キロって書いてあるんで、まあ多分着くとは思うんですけど、
完全に抜けてましたね。ちょっとあの燃費走行で行こうと思います。4000から5000回転キープで、6速4000から5000回転キープで行きますんで、あのどこまで燃費が伸びるか。今がトリップメーターで、205キロですね。で、あとレンジが35キロになってるんで、まあこの計算上でいくと240キロであの空になるという計算なんですけど、まあいつも270キロぐらいまではね打つんで、ただちょっとね慣らしが終わりまして、あのちょっと調子に乗ってね2速で8000回転とかで最近よく乗ってたんで、燃費結構悪くなってるはずなんですよね、ちょっとそれがどう出るか、少しドキドキしますけど、まあ慣らしも終わってね1500キロ、走行した状態ですけども、その段階でねちょっとまあレビューというかね、ちょっとインプレッションして いければと思いますが、まあ試乗の時にねその感じてた延長線上なんですけどね、アバルト595、マイクがね、走行中外れてしまうっていうトラブルがあったんで、またちょっとねアフレコをしたいと思いますけども、S7 班なんですけどね、鳴らしが終わって、高速道路を走ってる時の例の段差はどうしてもねやっぱり気になるんで、なんかこうサスペンションをねいじるようなカスタムできればっていうのもちょっと考えてます。その他はね、回転もねすごいスムーズに上がりますし、まあ、本当8000回転以上のね回転域ではですねだいぶレーシーな音になって、加速もねよくて、今のところ非常にね満足しております。はい、この後、元フィールドドッカーズに行きまして、初回点検と初回頼んだですねパーツを取り付けしてもらってっていうことで、今完成を待っているところです。まあ多分一両日中にはね完了して連絡来ると思うんで、また取りに行って、それもこの動画でご報告できればと思います。それではまた動画でお会いしましょう。それでは。